BMX ショーチームラッシュパフォーマーの巨泉です。よろしくお願いします。さあ、今日はですね、いつもね、ハウトゥーとかをやってる、この場所がどこなのかっていうのをちょっとね、ご紹介していきたいと思います。こちらはですね、愛媛県松山市にあります、重信川っていうね、大きい川があるんですけど、そこの河川敷なんですよね。で、河川敷の、もともとこれテニスコートなんですよ。テニスコート一面あって、そこを、我々ラッシュがやってる BMX スクールで使ってたりしてます。ラッシュパークという場所になります。このね、オレンジみたいな、実際黄色の塗料なんですけど、これもちょっとまだね、実は全面濡れてなくて、雨続いてたので、なかなか塗るチャンスがなく、ちょっとこのまま止まっちゃってるという感じですね。で、今日はそんなラッシュパークのご紹介をしていきたいと思います。僕がね、この前面というか、この周りの草とかね、草がやばいんですよ。河川敷の、この夏。もうね、買っても買ってもね、すぐ生えてく。もうね、延々もうなんかいつも来て、とりあえず、電動のね、草刈り機買ったんで、もうそれで刈るんですけど、めっちゃ広いんですよ、ここ。全体で言ったら、これテニスコートこう1面あって、4面分ぐらいあるんですね。多分。4面以上いけるな。それぐらい向こうにもね、あるんですよ。草がね。乗れるのはここだけなんですけど。ただ周りのね、この、道路から車入れたりするところは草刈らないといけないんで、最低限ね。それだけでも結構大変なんで。ちょっとそういうのをね、今日はちょっと作業もしていくので、ちょっと紹介していきたいと思います。ということでね、この画面の向こう側から車が入ってきまして、こうね、刈らないかなんですよ、この、車通るところ。ね、すごい、普通に腰より余裕で高い草生えるんで、で、こっちですね。はい。ここら辺まで来て、この辺に車を止めていただいて、こちらのラッシュコート。ラッシュパークですね。で、ライディングだったり、スクールをやってるわけでございます。補修してるところは、僕がね、ちょっと溝がデコボコしてたんで、それも全部補修してですね。こら辺も全部、最終的には塗装していくという感じです。もうこれ周り全部草。木。これ一回全部買ったんですけどね。もうね、こうなっちゃってるんですよ。で、路面はアスファルトです。でも、こっちはね、もうアスファルトなんですけど、この塗装したところは、結構路面ちょっと、こっちザラザラなんですけど、塗装した分綺麗にはなってるので、乗りやすいと思います。で、この夏は暑すぎるんで、今日もね、作業ちょっと続けてるんですけど、全然進まない作業をやっていきたいと思います。はい、ということで、今日はですね、この暑さ、影がないんでね、今車の、あれで影作ったりしてるんですけど、ちょっとね、タープを買って、ここら辺にね、コートの横に、ちょっと、親御さんとかがね、見れるようなとか、あと休憩できるようなスペースを作るために、草なんですけど、ここ全部掘り起こして、一回、さら地にしてですね。で、そこに、ちょっと向こうからね、タープを張ろうじゃないかということなんですけど、まだね、これだけしか進んでないね、これ。この距離。2メーターぐらいですか。土が硬い。あと根っこね。根っこがやばいんですよ。根っこが。根っこ強すぎて、スコップとかじゃ絶対無理なんで、もうこのクワでね、このね、幅がこれくらいなので、このクワで掘り起こして、その掘ったやつを、土をスコップで、取ってですね、もうそこら辺に端っこに寄せるという作業をやってるわけですよ。すまないですけれども今日も、スクールのね、子供たちのために頑張りたいと思います。このね、30センチの、縦30センチぐらいの幅掘るのに、もうね、汗だくになるという感じですよ。こっちをですね、台車に乗っけて持ってくのはもうめんどくさいんで、横に投げちゃう、自然に返すっていうね、作戦でやりたいと思います。はい、こんな感じで、これで今1列というか、30センチぐらいの幅終わったんで、あとね、最低でも10回、多分10回で無理だね。多分15回ぐらいですかになると思いますけど、その作業をねしないと到達できないと、タープが張れない。まあ今ね、タープ頼んでるところなんで、明日ぐらいに届くのかな。なので、まあ明日もスクール、明後日もスクールなので、まあ、ちょっとね、それまでに間に合わせるように今日、なんとか頑張りたいと思います。はい、ということで、本日はラッシュパークのご紹介をさせていただきましたので、愛媛県ね、来た時は、ラッシュパーク、まあ普段はここ、立ち入り禁止なんですよ、関係者以外。鍵がないと車も入れられないんですけど、僕許可もいただいてて、国交省等々から、許可をいただいて、鍵も預かっておりますので、そういう、乗りたいという方とかいらっしゃったら、ぜひ愛媛県ね、来た時はご案内もさせていただきますので、ぜひ愛媛県にも来ていただければと思います。ということで、以上 BMX ショーチームラッシュパフォーマーの拠点でした。ご視聴ありがとうございます。終わるかな。